はい。フリーレイトのいつかわって過ごせるひまれで,です。2020年東京都知事選挙。何かを変えようと頑張る人の足を引っ張る日本人が多すぎるということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、えっと、本日2020年7月5日の日曜日、えー、10時ごろ撮影してるんですけれども、夜の10時ですね、えー、撮影してるんですけれども、えー、っと、今回の都知事選挙を振り返って、何かを変えようとする人、 要は小池さんであったりとかっていうふうな、今までのこと、今やってることっていうところを変える、小池さんから新しいことに変えていく。自民党政権であったりとかいろんなものがありますけれども、その中で、そことは違うことをしようとしている人の足を引っ張ろうとする人っていうのが今回多い選挙だったなというふうに思うんですね。どういうことなんだっていうところになってくるんですけども、まあ、あの、都知事選ね、何かを変えようとして立候補してる人って、まあ、あの、 いろんな人がいたと思うんですが、その中でもちょっと、まあ、あの有名どころ4人を取り上げさせてもらおうと思うんですけれども、この4人ですよね、平塚さん、僕も応援している平塚正幸さん、国民主権党、でえー、桜井誠さん、日本第一党、山本太郎さん、令和新選組、立花孝さん、NHK から国民を守ると、この4人って、まあ、こういうことが多かったですね、ポスターが破られた、多かったですよね、平塚さんもすごいいっぱいは破られてるし、桜井さんも結構破られた。 ささんも破られてさんもも破破らられれて立場たで演説の妨害、まあ、演説中に誰かが突っ込んできたりとかそういうことっていうのもこの辺は多いわけですよね。でデマもいっぱい流されたわけですよね。まああのまああのね今から挙げるものはそれはデマじゃないんだっていう人もいるかもしれないけども平塚さんであれば、まあ、あの学歴明治大学中退なのに明治大学中退じゃないと言われ、まあ、あの過去にね、えーと 証明書出してるんだけども、まあ、偽造なんじゃないかって言われたりとかあと言ってもいないその引用療法について引用療法については言ってるんですよ彼やってるんですねでもそれを国民全体の義務にするんだなんていうことは言ってなくてで、まあ、言ってるものがなくて見つからなくてあのそれなのに消されたんだっていうふうな主張をしてあとはあのー よくわからないね。あの、他あのアカウントを作って、そこで、要は平塚正幸っていうアカウントを作って、そこでしようとしてますみたいなことを言ったら、ほら、証拠だって言って出されるみたいなことがある。で、まあ、桜井子さんであったら、桜井子さん日本人じゃないんだと言われてしまったりとかね。あるわけじゃないですか。まあ、立花隆史なんか、なんかカルト宗教だとか言われたりとか、まあ、山本澤さんもいろいろ言われてますけれども、まあ、あの、言われる、デマを流されているっていうこともある。 この4人の共通点って、まあ、その手法とか、その思想っていうのが、僕と合うかどうか、いいか悪いかっていうのは別として、まあ、何かを変えようと頑張ってる人たちですね、この4人ってね。コロナは風であるとか、まあ、あの日本人が一番なんだっていう桜井さん、コロナは風は平塚さんですね、一番だっていう桜井さん。で、山本さんなんかはあのみんなにとにかく他にお金をまいて、みんな幸せに、みんな時給を上げようみたいな。 最低賃金をア立花さ,、ね、ううさ,さんなんかは、えー、NHK という不平等であると NHK の集金人がおかしいというところを変えたいという感じでそれがみんなの意思と合うかどうかっていうのは別として何かを変えようとしてる人たちなんですよね何かにあがなおうとしてる人たちなんだけれどもそういう人たちのもちろん、ね、そういう人たちこの4人とか、まあ、他にもいると思いますけども批判するのは自由なんだけれどもでもポスター破っちゃダメですよ 演説妨害しちゃダメだよね選挙妨害しちゃダメだよねデマ流しちゃダメでしょそれ嘘なんだからっていう話っていうその正当な批判ではないことによってまあ、ポスターを破るが一番分かりやすいと思いますけどもポスターを破ってなるべくこの人たちを目に触れさせたくない平塚さんのポスターを破ることによって平塚さんの主張を見せたくない桜井さんのポスターを見せることに破ることによって桜井さんの主張を見せたくない山本太郎さんの ポスターを破ることによって山橘,さん,橘隆さんのポスターを破ることによって橘さんの主張を見せたくないそういう妨害って本来ダメじゃないですかもちろんねこの例えば NHK っていうのは必要なんだとか対論を出すのはいいんですよ対論を出すのはいいんだけれどもそうじゃなくてポスターを破る演説を妨害するデマを流す って言ったような、えー、足の引っ張り合いというか、何かを変えようとする人の足を引っ張るような日本人、まあこれ日本人だけじゃないとは思いますけれども、他の人もね、国の人もあのやってる人がいるとは思いますけれども、そういう何かを変えようとするこの4人、他にもいますけどね、他にもね、あの今回の選挙何かを変えようとしてる人っていたわけですよ。例えば、えっ、ー、と、押越さんとかね。押越さんもそうだし、えっ、ー、と、まあ、西本真子さんもそうですね。 まあ、後藤照樹さんも多分何かを変えようとしてるんだと思うんですけどもちょっとあの突飛なね行動が多いのでまああのー、<laughs> ね賛否ありますけれどもまあ各各各々が何かを変えようとしてるけどその中でその今の動きに近いものっていうのが小池さんまあ小池さんなんか現職ですしまああと小野さんなんていうのはあんまり破かれないわけですよねまあ,あの橋本さんがいた頃のね維新の会結構破かれてもしてたみたいですけれどもうん。 世の中を変えようとする人って妨害を受けやすいと。それってどうなんだろうもちろん、その方向性がダメなんだっていう、真っ当な批判。これダメでしょって。こんなことしたら危ないよねっていうような。これすると国民みんな困窮するよとか。そういう批判っていうのはいいんだけれども、ポスターを破る、演説を妨害する、デマを流す。こういったようなことってよくないわけじゃないですか。もちろん、あの、平塚さんなんかは来てくださいって言ってるので、まああの、ちょっと違う部分あるんですけども、 でも、その、なんていうのかな。ちゃんと質問をするとかなともかく妨害をする。なんか、あの、やじ飛ばしまくった上で逃げていくとかね。ちょっと、平塚さんの時にあったか分かんないけども、まあ、舘さんの過去にあるわけじゃないですか。すごい、やじ飛ばされたり。櫻井さんもやじ飛ばされて、その、来いよって言ったら逃げていっちゃうみたいな。完全に妨害ですよねっていう。そういうのは良くないんじゃないのっていうところで、なんていうか、真っ当なね、批判をするのであればいいんだけれども、 ちゃんと批判して、それは間違ってるでしょって意見を言う。これはね、その人の意見だからいいと思うんですけども、でも、デモを流したり、演説を妨害したり、ポスターを破ったりっていうのは、それはちょっと違うでしょっていうところがあると僕は思うんですね。そういう、その、正当ではない批判の仕方というか、正当ではない妨害、もう妨害が一番正しいですかね。妨害というか、要は足の引っ張り合いですね。そういうのが、今回のこの都知事選っていうのはすごく多かったように思います。 ポスターもなんかあっちこっちで破かれまくってたし、なんか警察もね、あの、ちょっと、なんか警戒するぐらい、ちょっと今回多いよねっていう警戒があったという話も聞いてるんですね。これちょっと警察から聞いたわけじゃなくて、破かれた方の人が警察に相談したら今回多いよねみたいな話をされてたっていうことも聞いているので、ちょっと今回その、なんだろう、どの陣営が多いとかではなくて、全体的にそういう妨害っていうのが多かったのかなっていう。 ふうに思いましたどの陣営がやってるとかねあの言い始めるとちょっとあのキリがないのでどこの陣営がどこの陣営に対して攻撃してたとかそういうことを言うつもりはないんですけどもそれもねあのネット上で言われてるだけで事実かどうかも分かんないわけじゃないですか A さんが B さんに妨害してるんだ A さんの陣営が B さんの陣営を妨害してるんだって言っても実は C さんの陣営が AB 両方ともに妨害してるかもしれないわけじゃなく全然ここに名前が出てない人がね実は全然違う人がやってましたとか。 っていうことだっらあるかもしれないのでちょっとそこはねあのどこの陣営がどこの陣営を攻撃しているとかそういうことを言うつもりはないんだけれどもでも今回そういう足の引っ張り合いというかね、あのー、やった結果なんか、あのー、誰が得したんでしょうねっていうふうに思ってしまうわけです。はい。なのでまあなんか今回のね都知事選挙っていうのはなんかその足の引っ張り合いというかその何かを変えようとしてる人たちどうしかどうか分かんないけど何かを変えようとしてるこういう人たち、まあ他にもいっぱいいますけれどもまあ そういう人たちに対してのポスターを破る、演説を妨害する、デモを流すといった足の引っ張り合い、正当ではない妨害ですよね。っていうのがちょっと多かったよね。なんか日本人のモラルというか、良識というか、そういうものがちょっと下がってきてしまっているんじゃないのかなというふうに思ってしまいました。なんていうかね、あの、みんな、 意見を言ってるわけじゃないですか政策を並べてるわけじゃないですか平塚さんは平塚さんの政策を桜井さんは桜井さんの政策を山本さんは山本さんの政策を橘さんは橘さんの政策を各22人ここに名前挙げてない候補者すべてがさまざまな公約を並べてるわけじゃないですかその公約に対して何か言うのであればいいんだけどもポスターを破ってその主張を見せない演説を妨害して演説をさせないデマを流して嘘で妨害するこういった行動っていうのは 選挙これ選挙だけじゃないですね選挙だけではなく全ての,その言論という意味でちょっとおかしいんじゃないのって僕は思うわけです。YouTube でもね結構あの、まあのまこの中だとね平塚さんとか桜井さんとか山本さんとか立花さんとか名前挙げてますけどもこの4人っていうのが特に多いと思うんですよそういう妨害を受けることっていうのがね。でもこの4人正しいかどうかは別としてみんな何かを変えようとあ,あがなってる人たちじゃないですかこの4人って、まあ、他にもねあの22人の中で他にもいると思いますけれども、まあ、特に目立つのはこの4人だと思うんですよね。うん そういう人に対して、そういう、何とていうか、そういう妨害ですね。ここに書かれているような妨害っていうのをやっていくっていうのはちょっと違う。だから今後はそういう、なんだろう、選挙の自由っていうところに対して、もうちょっと意識して、もうちょっと考えていかなきゃいけない。じゃないかなっていうふうに思いました。はい。以上です。 えーまあね、まだ結果、ねえー、出てませんけれども、まあ、あの小池さんが通るのはほぼ間違いないような情勢ではありますけれども、その後どうなっていくのかと。まあ、現状ね、た、えーまあ、あの現状、パッとその今、ね、入っている表を見ていくと、まあ、1位は小池さん間違いなくて、 その次が山本さんか宇都宮さんあたり、そこに小野さんがどう食い込んでいくか。多分、宇都宮さんが2位かな。で、山本さんが3位以外に来るのかなっていう感じでの動向ではあるんですけども、現状ね。で、その下に山本、あ小野さんがいて、で、えー、桜井さんがいると。その下はちょっとまた混戦具合かなっていう感じですね。うん。ちょっと立花さんがね、思いのほか伸びなかったっていうことになりそうな雰囲気ではあります。現状の開放結果ね。はい。 はい、以上です、えー。よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーライターにいつからって過ごせるひまわで,でした。